アビラは、スペインカスティーリアイレオン州アビラ県のムニシピオ、アビラ県の県都である。首都マドリードからは、直線距離で西北西に約8 7キロメートルの位置にある、城壁と聖人の町の別称で知られる。町の名前の語源は、ローマ帝国時代に白い小部屋と呼ばれていた、ワインセラーの名前が点火した、あるいはイベロ人の地に由来すると考えられている。 ギリシア神話の英雄ヘラクレスによって町が建設された伝承が存在する。紀元前6世紀から紀元前5世紀にかけてはベトン族が居住し、彼らの手による石像が残る。ローマ帝国の植民都市アベラが町の起源であり、首都ペトロの弟子による布教活動が行われた。714年にイスラム教徒の占領下に置かれるが、1085年に カスティーリャレオン王アルフォンソ6世によって奪還される。アルフォンソ6世によって町が奪還された後、アルフォンソ6世の娘ムコラモンデ・ボルゴーニャの命令によって市街地を取り囲む城壁が建設された。16世紀に聖テレサらの修道院改革の中心地となり、聖者たちのアビラの別称で呼ばれた。聖テレサの活動により町は カトリック信仰の拠点として知られるようになる。同時代に起きたコムネロスの反乱では、町はスペインをカルロス一世に敵対する立場についた。17世紀初めに町に住むモリスコが追放された後、経済活動が衰退した。1807年に大学が廃止されると、町の衰退は決定的になった。海抜線117メートルの高さにあり、 スペインの県トで最も標高が高く、ヨーロッパの司教所在地として最も標高が高い地点に位置する。荒レ野の中に唐突にそびえている岩山の平らな頂上に建てられている。岩山は茶色で乾燥したハゲ山で大きな灰色の丸石が転がり、急峻な山地に囲まれている。このため気候は極端で、冬は厳しく長く、夏は短い。自然が豊かであり、 スキー、登山、狩り、釣りなどのレジャーが1年を通して楽しめる。2012年1月1日時点の人口は58,915人。アビラの死壁アビラは、アビラ旧市街と死壁街の境界群として、1985年に世界遺産に登録されている。旧市街の範囲は、東西約900メートル、南北約450メートル。 全長約2 5キロメートル、高さ平均1 2ル、厚さ約3メートルの城壁で囲まれており、城壁はローマ帝国時代に建造された石塀の跡に沿って建てられている。イスラム教徒からアビラを奪還したカスティーリャレオ王アルフォンソロクセイは、いち早く町の防備を整えるために、ローマ時代の城壁、城門等の範囲を利用したと考えられている。 アビラの慈壁は茶色い、花崗岩とローマ帝国、西郷東国時代の城壁で作られており、上に京壁が並んでいる。88の塔と9つの門があり、市街の多くは慈壁の外に広がっている。城壁は数度の改築と改修を経てよく保存されている。旧市街のビクトリア広場は、ローマ時代からの町の中心地であり、市役所が置かれている。 ビクトリア広場は、勝利の広場の意味で、ビクトリア広場からアルカサルモンの間には、多くの商店と飲食店が並び、近くには生鮮食料品を扱う市場が立つ。アビラには、イスラム教徒による城とその名前を冠した城門もあり、軍の宿営地、個人院、病院、軍学校、市販学校などに使われてきた。1482年から1807年には、 大学も置かれていた。アルカサルモンの近辺にあるカルボ、ソテロ広場には、ベトン族の手による動物の石像が置かれている。町には中世、ルネサンス期に建てられた邸宅が多く残り、町の南には13世紀から17世紀にかけて、建設された7つの住居群、ダビラの館が存在する。ルネンサンス様式のファサードとゴシック様式の中庭のアーチが、 特徴的なデアネスの館は美術館となっている。美術館に展示されている家具類はかつての貴族たちの華やかな生活を忍ばせる。死教座が置かれたアビラではいくつもの教会建築が名所となっている。旧市街地は城壁に囲まれているため面積が限られており、城壁の外に多くの修道院や教会が建立された。 ゴシック建築のカテドラルは1107年に遡るとされるが、おそらくは13世紀から14世紀に建てられた。要塞のような外見を持ち、強壁と2つの頑丈な塔があるカテドラルは、ロマネスク様式とゴシック様式両方の特徴を備えている。カテドラル内には多くの彫刻や絵画があり、1571年にフンデ、不安でアルフェが制作した銀の生態容器のそばに、 置かれているカテドラルに収められている彫刻家バスコデラロサの手によるボヒト世紀は芸術性を高く評価されているサンビセンテサンペドロサントマスサンセグンドの各聖堂の主な特徴は15世紀のロマネスク様式だが美しいサンビセンテ聖堂やサンペドロ聖堂の一部は12世紀に遡ると見られるサンビセンテ聖堂は4世紀に 整備先手とその姉妹が殉教したとされる場所に建てられており、イスラム教徒の進出後は荒廃していたが、町を奪回したアルフォンソ6世の知性に再建された。聖堂にはダビデ王と聖女サビーナの彫刻が置かれているが、これはアルフォンソ6世とその娘、裏賀をモデルにしたと言われている。聖堂に建てられた高キロマネスク様式の門は、使徒たちの 小さな彫像で飾られている。サンペドロ聖堂の外観は簡素であるが、中には美しい祭壇ついたて、絵画、金銀細工が収められている。特に注目すべきは、サントマス聖堂の大理石のモニュメントである。サントマス聖堂は、カトリック領王の回廊、沈黙の回廊、修練者の回廊で知られている。15世紀のフィレンツェの彫刻家、ドメニコ・ファンチェリによるもので、 カトリック領王フェルナンド2世とイサベル1世の一人息子であるアストリアスコーフアンの墓の上にある。また、サントマス聖堂にはスペイン最初の異端審問館であるトマス・ベトロケマダが埋葬されている。死壁に囲まれたアビラの旧市街この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。この都市は カルメル海の改革者アビラのテレサで有名である。城壁の外には、テレサが前半生を過ごしたエンカルナシオン修道院。テレサが最初に混流したサンホセ修道院が建てられている。エンカルナシオン修道院には、博物館が併設されており、テレサゆかりの展示物が置かれている。サンタテレサの名を持つ修道院と教会は、彼女が生まれたとされる場所に建てられており、修道院には、 テレサの指が収められている。卵黄と砂糖を使ったボール状の歌詞にマスデサンタ、テレサはアビラの名物として知られているが、テレサ本人との関連性はないと考えられている。他にアビラ出身の有名人には作曲家のトマス・ルイス・デ・ビクトリアがいる。アビラとマドリードは電車、バスで結ばれている。いずれの交通機関を利用しても2時間弱でアビラに到達する。 ありがとうございます。